アルウィン、これっぽっちの小遣いじゃ一晩飲んだら使い果たしちまう。マシュ、私が何も知らないとでも？どうしてお前がよその女と遊ぶ金を出さなくてはならないのだ？ここで言い返してはいけない。優しく彼女の髪を撫でながら耳元で甘えるのがコツだ。今からお宝に俺と彼女の関係をお教えしよう。俺の仕事は世間ではひもと呼ばれている。身の回りの世話をし、子供扱いするな。時に癒し、お前の触り方がうまいんだ。もちろん夜の相手だってする。バカ者。改めてご紹介、我が麗しの姫君アルウィン。王国再興のため万能の物質生命結晶を追い求めている。そしてこいつはマッシュ。巷では私の名を汚すいかがわしいゴミともっぱらの噂だ。私もそう思う。ひどくない？でも俺と彼女の秘密を知っている奴はこの町にはいない。お前らは俺の飼い主の害になる。だから殺す。内緒にしてくれよ。俺ら害虫が何をしているかなんて彼女は知らなくていいんだ。彼女のためなら自らの手を汚すことを厭わない。マッシュ、私の秘密を知るお前は私にとって大切な命綱だ。安心してくれ。君が必要とする限り俺はこの手を離さない。言っただろ、俺は姫騎士様の紐だって。電撃文庫姫騎士様の紐。というわけで、今後のためにももう少しお小遣いをいただけないものかと愚行する次第で。バカ者。